おい、大丈夫か？こんなところで何してる？バカ、そうがっつくな。喉に使えるぞ。別に大げさなんだよ。ひよまさん、おい、どこだ？ひよまさん、いって、何すんだこの頭でっかち。あの川沿いに行けば城下に出る。いつ戦になってもいいように腰兵糧くらいつけとけよ。道に迷いやすいならなおさらな。ひどいもんだな、そんなボロ小屋。犬がかわいそうだろ。そんなご大層な代物か。基礎からしてなってないだろ。貸してみろ。そうか、気に入ったか。よかったな。こいつ捨て犬だろ。こんな小さいのにさ。俺もガキの頃に親父が死んで秀吉様に助けてもらった。なんだか放っとけないな。なあ、頼む。この犬子を俺にくれないか。大事に育てるって約束する。敵は振り切ったか。危なかったな。なんだよ、こんなところで遠慮するな。あの時の俺の忠告覚えてたのか。だが、なんだこの茎みたいなやつは。食えるのか。文句言わずに食えやいいんだろ。おねね様みたいだな。バカ、やめろ。おねね様とお前じゃ似ても似つかないのに、なんでこんなドキドキしてんだ俺。母ちゃんの小さい頃にそっくりだろ。
まさか。けど悪くないな。今度は人の家でも作ってみるか。いや、城だ。何十年、何百年と残る城を作ってみたい。もし俺が立派な城を建てたら、お前、その、俺と。いや、何でもない。今のは忘れてくれ。